さあさあさあ、ちょっと呼びましょうか。今回はね、だいぶ懐かしい人が来ますよ。はい、ということでですね、ちょっと皆さんには、なんて紹介したいのかな、まあわかんないけど、別のゲームの世界から無理やり連れてきました、和健さんです。はい、お願いします。こんにちは。久しぶりです。本当にこれめっちゃ久しぶりですよね、この通話自体が。何年ぶりですかね、4年ぶりとかですかね。え、声変わりしました？え、絶対しました。だって僕中学の時ですよ多分あれ。え、なんかめっちゃ低くなってる。ちょっともう今これ動画撮ってるんですけど、はい、まあこれ知らないっていうか全員が知らないんですけど、そう、アケンさんっていうのはプロゲーマーとかをちょっと期待したのかもしれないんですけど、すいません、俺のガチ身内です。はい。もう5年前ぐらいの俺の身内です。はい、フォートナイトをやったことないんですけど無理やり連れてきました僕が。コットミンだったんで。ということで今回の企画はフォートナイトをハマらせようです。はい、ということで、フォートナイト新規勢がね、やっぱ最近なかなかいなくて、もうフォートナイトさんも困っていると、もう人数不足です。日頃ね、運営さんが困ってると思うので、今回は僕がね一人連れてきました。はい、まあこれからもいろんな人を連れてくるんですけど、まあ今回はね一人目はケンさんということで、ちょっとお願いします。よろしくお願いします。やりました？これ入れてから。入れてからちょっとやったんですけど、マジ動けなさすぎて。ああ、まあまあまあ、フォートナイト難しいですよね。ちょっと教えてください。まあまあまあ、俺プロなんで一旦クリア入ります。あ、クリアとか伝わんないかこれ。自由な街に行きましょう。しかも、アケンさんは今日 PC 勢になったらしいです。そうです。え、何のために、あ、え、待って、フォートナイトのために PC 買ったってこと？いや、そう。いや、まあまあ、そういうことにしときましょう。あ、アケンさん、ちょっと、本当に、これはね、準備 OK というものをね、あ、準備 OK ですか？そうですね、左下に、多分黄色いボタンがあるので、それを。あ、今押しました。マジで初心者だ。動画の途中なんですけど、クリサポ5秒チャレンジ、よーい、スタート。1、2、あ、変わんない、画面が変わんない、画面、あ、よしよしよし、来ました。おー、すごい。それが気になる。これ気になります。力の雑さがめちゃくちゃ気になります。あー、これはですね、まぁ、ちょっと使ってみてもいいですよ。そう、これ使うと、飛べます。クリックを押す。そう、あ、おら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 、そう、こんな感じで空飛べるんですよ。まあフォートナイトはそうなんですよ、まあ空飛ぶゲームなんですよ今。あ、空飛ぶゲームなんですか。そう、今も建築とかしないです。なんか建築のイメージが。建築はもう一切しないです。あ、もうしない。じゃあ初キルしてもらえますか。ちょっと僕のこと倒していいですよ。これどの武器が強いですか。まあまあ何でもいいですよこれは。何でもいい。好きな武器で。あ、それ、はい、じゃあそう打ってもらって僕に。すっぽんみたいな。ちょっと、じゃあちょっと、もうこれね、見てる人にめっちゃバカにされてる今、和牛さん。あ、もうこいつ何も分かってねえじゃん、ザコ落ちってめっちゃ言われてる今。あ、じゃあこれで。あー、はいはい。もうまたバカにされてます今。この後ろの3つは移動系だから、攻撃じゃない。そう。はい、もう頭をね、撃ち抜いちゃってください。初キル。はい、来た。うーい、おめでとうございます。あれ、え、なんか今下に、いや何もしてないですよ。あれ、これは大型新人が入ってきたかもしれない。フォートナイトに。初キルで下打ち。注意事項とか言った方がいいのか、フォートナイトの禁止事項か。お願いします。このルール説明お願いします。まあ別ゲーでは下打ちは挨拶とかそういう感じなのかもしれないんですけど、まあ、フォートナイトでは下打ちは犯罪です。かしこまりました。はい、捕まります。まあ屈伸とかもちょっと危ないかもしれないです、キルした後に。で、あと、まあ、エモートっていうのがあるんだけど、そのエモートのキーがちょっとどこかわかんないんだよな、初期。あ、あと。あ、それ。ちゃんと2段階認証してる。そう、これ倒した後に、そのエモートをすることは禁止されてます。わかりました。はい、押した場合は、もう本当に大変なことになります。ノラのボイスチャットで、女の子の声が聞こえてきても、LINE 聞いちゃダメです。あー、ちょっとそれは難しいかもしれない。いや、ダメです。健全なんで、ここは。そういうのダメです。わかりました。あー、わかりました。ちょっと我慢します。はい、守ってください。ちょっと建築してみますか。初建築ね。建築、絶対難くないですか？いきなり、なんかガチャガチャガチャみたいなのできないから、やっぱもう壁1個置いてみる。ちょっと、壁ね。
ああでもいい感じいい感じ。じゃあ和健さんが想像してたフォートナイトちょっとやってみてくださいよ今。あーはいはい、おすごい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 、あこれですこれ、あうわ、あうまい、すごいなこれ縦積み、これがこれしかわかんない、そう縦積みって言うんですよこれ。まあ、ちょっと俺が手本見せますわ、もう見といてくださいちゃんと。あお願いしますお願いします。はい、これこうやってやって、これね、ほらほらもうこうやってね、ほらあれ、はい、もう和健さん真似してやってやって。じゃあこれ僕の限界、今限界見せます、うん、やってやってやって、あーもう遅い遅い遅いわもうこれこれちょっとね、あの君もうやめた方がいいかもしんないフォートナイトはそんなんじゃやっていけないよ。まあ、これは練習してください。タイマンわかりますよね。タイマンは1対1ですね。そうですそうです、ちょっとやってみましょう。まあ、今の別に何も教えてそんな教えてないけど、まあやってみよう。さあ始まるんですね。そうね、はい、こう縦積みしてあいいね、いやマジ初心者いいね、かわいいね。ここまでできないと思わなかったよし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 、そう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 、あでこれちょっと壁取られちゃったから、これあでもすごい頑張ってる、あでもうまい、全然全然うまい、だってこれマジ一発目だから全然うまい。えうえすごい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 、そのままそのまま、違う違う違うあいいぞ、これ頑張れ、おいーナイスー。まあフォートナイトどうですか、楽しいですか。まあもう必死で必死で、まあまあ最初はね、楽しい感じはあんまり、まあ覚えること多いからね、やっぱゲームの最初っていうのは。あ、でもやっぱ AME、 やっぱゲームやってるから普通にAME おいーナイスー。あーだから強い建築なんか教えたいな。さっき和健さんがやろうとしたこれね、これそう、これ壁つけなくてもできるんですよ。壁つけなくてもできるんですか。まず階段置きます、階段階段で、このままこの端に行きます、端に行きます、で地面を真下向きながら置く、地面を置く、階段にしてこっちを向いてこう、そうそう、でこれの繰り返し、はい、地面階段地面階段、あでもでもでも、あそう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 、まあこれはちょっと視点移動とか重要なんだけど、まあ一応縦積みのね壁なし省略バージョンもありますってね、こういう技、あーすごいすごい、そうそうそう、あ成長ですね、一角上がってったから、編集しましょう編集、この建築の形を変えることができるんですよこれ、こうやってこの G ってやつですか、多分そうで、あそう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 、うまい、でそのまま地面も2個削る、そうはい、でまた2個2個っていうか奥削る、早くやる、ほらこうやってシュッ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 って、あでもうわすごいすごいすごい、えうまい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 、あーこれ才能あるぞ、これ将来編集世界一になるかもしれない。まあもうこれちょっと武器切り替えがね、間違えて撃っちゃいますこれおーいいねー、あーすごいすごいすごい、成長です、完璧です。そうだ、あと和健さんにも説明しないといけないんですけど、この今使ってるまあ、スキンっていうかキャラクターの見た目、この美女ですか、そう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 、変えるのがあって、例えば多分今和健さんはロッカーこれここね、ここ入るとスキン変えれるんですけど、コスチュームも、まあ、多分和健さん入っても何もないじゃないですか、今何もないっすね。だけどまあ、例えばちょっと外待っといてもらっていいですか、例えばこういう風にね、ほらこうやって見た目を変えれるんですよ。強さは変わんないんですけど。本当に見た目だけ。そうそう、見た目だけ。で、まあ、このスキンとかも1個、まあ、1500円とか、高いのだったら2000円とかするんですよ。か。いや、高って思うでしょ？こうやってフォートナイトハマると、無意識に買ってるから。絶対に。絶対に欲しくなります、これは。多分、無課金で貫けてる人、この世界に、5人ぐらいしかいないと思う。そのぐらいに勝手に欲しくなる。まあ、これで、まあ、ちょっとね、やっぱ、初心者に教えとかないといけないのが、まあ、フォートナイトには、やっぱ、なんて言うんですかね。まあ、上下関係があるんですよ。上下関係が。はい。ちょっとね、初心者の方に言うのはあれなんですけど、上下関係があって、まあ、このコスチュームも、まあ、フォートナイトもう7年あるんですけど、7年。そう。7年前の時しか買えなかったコスチュームとかもあるんですよ。あ、もう手に入らない。そう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 。まあ、多分それは別ゲーにもありますよね。なんか限定スキンみたいな。あります、あります。そういうのが あるんですけど、そういうのをね、自慢する輩がいるんですよ。なんか、俺、昔からやってるぜ、みたいな。ほうほう。どう思います？そういう人。いや、それ良くないですね。
それ良くない。良くないっすよね。課金しない人とかをそバカにするんですよ。なんかそうやってあみたいなやつをバカにするってことですね。そうですそうです。和剣さんをバカにするんですよ。まあ何も持ってねえじゃんつって。良くない。まあちょっと一旦見てほしいスキンがありまして、あこれとか、まあこれね、和剣さんどうすかこれ。なんかノーマルスキンとあんま変わらない。ノーマルスキン。これレアって言われてもなんかピンとこないですね。ああダサい。だあん？なんか俺このノーマルの方がかっこよくないですか。なんか100円でも買わない、50円ぐらいですかねこれ。えこ、これえ、それそれです。え僕あーあれですか、ショップで買える安いやつみたいな。あー50円ぐらいのなんかこれショップにあったらこれ買います。50円でギリっすね。ええ、まあ一応すごい、あのほんと言いづらいんですけど、フォートナイトで一番手に入らない激レアスキンですこれ。これですか。はい。これちょっとダサいですね。え？これいらない。いらない。いらない。もっとかっこいいのないですか。あ、そういうことね。はい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 。今のはまあ冗談です冗談。嘘。冗談。あ、冗談。さすがに冗談っすよ。さすがにあれは無料スキン。さすがに無料。うん。次まずガチなやつ。はいはい、まあ来ました。はい来ました。いやちょっとこれもちょっといらないっすね。なんか。いらない。かっこよくはないですね。もっとなんかキラキラしてるなんかかっこいいのないですか。これ買ってる人センス疑いますね。あ、ちょっとあげな、ちょっと止まってもらっていいですか。これあの一番レアなスキンです。これ一番レア。はい。そう、あの冗談やめてもらっていいですか。いやこれマジでこれ。ちょっとこれ冗談をよしてくださいよ。え？これゴミっすね。これ1円。いやいやいや、もうまあまあでもこれが初心者の意見なのか、これ純粋な意見ってことっすよね。それダサいっすよそれ。一応これをキッズとかの目の前で着替えると、え、やばいやばいやばいっつってもう大発狂するんですけど、みんなこれっすか。はい、この方がかっこいいっす。まあそんなもんか。まあでもこれが純粋な意見ってことっすよね。そのなんかレアとかそのなんか昔からの価値とかもう偏見とか何もなしに見たときに、これはダサいっす。ダッサい。そうか、まあ、これ持ってるとヒーローなんですけどね、一応ね。あ、じゃあシャンドンさんはヒーローってことですか。そうです、フォートナイト界のヒーローとしてやってます。あ、ヒーロー。はい。でそのヒーローを今和健さんはあのセンスがないゴミって言いました。これ初心者の意見だからもうそれが正解なんだよ。だからみんな分かったよこれで。あのもうスキンとか正直関係ない、結局は、まあ、実力ってことですよね。そうですね。まあ、一応じゃあなんか昔のからのスキンでちょっとかっこよさそうなの見せるけど、これとかどうすかね。これは今の2つよりかはいい感じですね。あーちょっといい感じ。まあ騎士みたいな感じね。これはちょっと欲しいかもしれない。あ、でもこれもゲットできないんですよ、マゲンさん。あ、これもらえないですか。そう、すいません、これちょっと限定なんで、ちょっと6年前ぐらいからやってないとこれゲットできないんですよ。渡したりとかもできない。できないですね。あ、できない。はい、別にいらないですね。え、くれるならくれよって感じで。あ、そんなもんいらない。死ぬほど欲しいとかない。死ぬほど欲しいとかないっていう、あのこんな感じでこれ昔からのスキンだぜとか自慢してくるやつがいるんで、あの気をつけてくださいっていう、もうこれはあの実技ですね。今のは実技テスト。フォートナイトもうほんと気をつけてください。僕に言ってください、バカにしに行くんで。あ、確かに純粋な心でバカにできるからね。純粋な心でバカにしに行くんで。いいね、確かに我が初期スキンの味方だ。なんか公開マッチとか行きます？マジで多分走ってるだけになりますけど。全然いいっすよ。勝たしてください、怒ってください。はい。どこだ？あ、いる、あ、いる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 、これこれこれ。やっちゃえ、やっちゃえ。建築しよう、建築して。痛い、痛い、痛い、痛い。え、大丈夫？やっちまえ。よし。あ、いやいやいや。ナイスアツビグローイ。どうですか、初フォートナイトやってみて。楽しい？いや、楽しくはあります。でも、難しすぎる。あー、まあまあ、あまりにも。まあ、確かにね。これちょっとこれから、あの、和健さん、頑張ってください、本当に。え、フォートナイトはこれ続けていくんですよね？いや、もちろん、もちろん。あー、よかった。なんか、いや、もちろん。今日でやめんのかなって、なんか、あんま楽しんでんのかなって感じだったから。で、あの、覚えておいてほしいのが、あの、今ね、あの、僕が使ってるスキンは、フォートナイトで一番レアなので、このスキンを使っている人にはタメ口聞かないでください。これからも聞いていきたいと思います。